ゆりなです。サウナ企画です。第6弾です。はい、第6弾は埼玉県の草加市にあります草加健康センターさんにお邪魔しました。いやすごい、来てみたかったんですよ。いや、はい、それいや、ちょっとマジで俺は草加っていかんの、いかん周りでもすごい聞いててなんですけど、ま、ちょっと遠いかなというイメージで今日はたんですけど、でも早かったですね。意外とね、高速乗っちゃえばめっちゃ早くて、はい、40分で、はい、すぐに着く感じだったんですけど、はい、お鍵をゲットいたしました。いいもし、鍵がやったぞ。じゃあ早速入っていきたいと思います。今回は、はい、着替えました。今回はオーダーの三角ビキニです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。体重計ありますけど大丈夫ですか？体重計、あ、そう持ってきましたよ。あ、持ってきました。はい、で、ここではオープンが全然大丈夫です、乗らなくてあ、そう持ってきたんで、そうです、はい、大丈夫です。関東でも結構聖地と呼ばれてる。有名ですもんね。めちゃくちゃ有名です。いやー、楽しみです。めっちゃな、え、中身も正直どういう感じなのか知らないので、ちょっと楽しみにできたいと思います。決まってるとか気持ちいい。手上げれない、熱くて。はい、OK。今までめっちゃ熱いかも。うわっ、熱い。汗とかいう話じゃないよ。冷たいですね。感覚で言うとほぼなし。
ど。近っ。近っ。全然違いますね。全然違う。もうあの漢字たちが踊ってるもん。え、すごい、なんかさ、体ピンクじゃない？もう伝わる？めっちゃ体ピンクやねんけど。血管出まくりやもん、足。え、すごい。これはすごいわ。お父さん、さっきからすごいしか言ってない。あのね、サウナ好きの人たちがここを好きなのが分かる。だからこれをなんでか聞いてるよね。あの、なんでなんですかね。これはすごいわ。ぐるんぐるんしてるもんね。え、ちょっとなんかもらってるやん。そう、でももう、ね、力入らないから開けられて開けられて。リアル10分ぐらい寝てましたけど。え、っていうかもう全然まだ整ってる感じ。友達とかに、え、ほんまにあんな整ってるみたいに言われんだけど、マジで整う。頭働いてる。え、そう、働かん。もう一回行きますかってすぐに言えない、ほんまに。ちょっと、温度はそんな熱くない？そう、今まで行った90度とかの差を聞きしたんですけど、湿度ですよ、もう。この湿度とこの温度みたいな。しゃべれてないよ。うわー、行きますか。行きます？はい。で、あのね、ちょっと何も言うてないから、こっち。なんでとったらあかん。なめとったらあかん。あのね、髪の毛の毛先がここに当たるだけでやけどするから。熱すぎて運転もしてさ、すごいもんね、もうなんか柄なんか伝わんのかな、すごくない？こっちだけ変な蛇の蛇女みたいになって持ってる。甘み出てますね。じゃあ気合い入れていくか。じゃあ行ってきます。光が、この暖炉が全然綺麗。やっと可愛い橋本やん。可愛い。さっきまで思った1つ目なんですけど、1セット目と同じくらい。しかもこんだけ暑かったら1セットの時間短いですよね。うん、だから感じじゃなくて頑張る。暑いっすか？無理。いや、ここはおかしい。じゃあすごい暑いよ。出るな、暑田さん。行きますか、水。まだ行けそうです。いや、きつい。
聖地と呼ばれるだけありますね。これは聖地ですよ。わあ。近い。近いで。Yeah.